誰かの目に映る私はその人にとっての私であって本当の私じゃなくて、だったら本当の自分っていうのは結局自分が決めていくことっていうか、自分がただそのまま生きていくだけだから、どうなりたいとかああなりたいとかこうしなきゃいけないってこと何にもなくって、結局そのままの自分であるっていうのが自分自身を作っていくっていうすごく基本的なこと、気づいたんですけれども、そんな思いを歌にしてみました。マイセルフという曲を聴いてください。